わかりました。まあ、ない時間もあってもいいんだけど、まあ、あなた若いからと、そうするとドライも食べれるし、ふやかしも食べれるようにしておいたらいいですよね。わかりました。でもこれ見るとおしっこの回数って1日3回ぐらい ?3 回か4回ぐらい、ね、全然多くないね。で、性別が女の子。女の子です。女4ヶ月で子宮の病気になるかな。あ、そうなんですね。うんちは1、はい、うんちは結構出てます。結構5回から10回ぐらい出てますね、はいはい。で、うんちの形は普通なんですね。普通、たまに緑のも出たりします。飲み水を飲む量特別多くないと、はい、少ない感じが。全然お水を飲んでるのを見ないです。まあ、はい、夜中に飲んでるのかもしれない。今ってさ、はい、あれですね、フードは全部ふやけて飲めるんですよ、ね、はい、全部ふやけて、うん、だからそこですぐ馬取ってるんですよ、はい、それかふやかしやるって硬いの主体で食べるようになれば多分お水飲むようになると思うんだけど、ああそういうこと、そういうこと。あで体重がコーディーかかったら334、はい、もう測りを買ってて、じゃあこれから測れるようになって、はい、測りがあればね、はい、ドライも何グラム食べてるか分かりますので、ね、はい、できます。はい、じゃあちょっと身体検査します。はい、はい、そうですね、結構まんべんなく回りましたけど、足の裏とか結構、はい、なかなかね、ここで足の裏見るの大変なんですよ、こう怖がっちゃうから後ろ、左足の先に